時間を少し過ぎましたけれども、後半の部に入りたいと思います。後半はですね、まずエコハウスを設計された設計者2人に、エコハウスのことも簡単に説明していただきながら、エコハウスで得られた知見をもとに、その後どのようなことをなさっているか、そんなようなことを発表していただきたいと思います。エコハウスは22のエコハウスができましたけれども、宮古島の2つのエコハウスを1人の方が設計いたしましたので、21人の設計者がいらっしゃいます。今回イン東京というふうに名打ちましたのは、これから先すでに決まっているものでも、中国、四国、中国地方でエコハウスを元にしたセミナーを行いますし、せっかく22ものエコハウスができた中で、こういったものを題材にして勉強会を開いていこうと、今回はその皮切りという意味でイン東京というふうに名付けましたが、それで、2人の方に来ていただきました。これから先残りの19人の設計の方々も、いろいろご発表いただいて、みんなでその知見を共有できればというふうに思います。まず最初に、北海道下川のエコハウスを設計するのは桜井文子さんからご発表いただいて、その後続いて、リーダーのエコハウスを設計された新井勝さんにご発表いただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。ご紹介に預かりました、アトリエ文子の桜井と申します。よろしくお願いいたします。座ってお願いいたします。今写真に出ているのが、下川のエコハウスなんですけれども、これができてから3年目の夏の写真です。ちょうど去年の夏ですね。ちょっとずつちょっとずつ周囲に馴染みながら、少しずつ渋くなってきたな、いい感じだなと思って写真を撮ってきました。ちょっと背景のグリーンに紛れて見えづらいんですけれども、草屋根も当初土が飛ぶのを収めるのに増やしていた芝生が、だんだん周囲の草にこう変わってきて、より建物の周りに馴染みつつあるかなというところです。おかげさまでエコハウスできてから4年経ったんですけれども、最初にちょっと言っておこうかなと思って今日どんなにその後すごいことをやっているんだろうと期待されてきている方にはとてもごめんなさいという感じで、この4年間私、何をしてきたかと言いますと、この、エコハウスを設計させていただいた経験を自分なりにもう一度こう噛み砕いて咀嚼して、クライアントさんの要望とそれぞれの地域性を混ぜ合わせてもう一度こう固め直すという作業をこうコツコツとやってきたように思います。で、会う方会う方に、いやエコハウスに終わってからできてからすごく忙しくなったでしょって、いろんな方に言われてたんですけど、実は去年くらいまでは本当になんかエコハウスに絡むような仕事ってなくてこういうことで時間かかるんだなと思うんですけども、ようやく去年あたりからここに泊まってよかったので設計をお願いしますとか、初対面の方にも伊藤上司のリーフレットをお渡ししたら、ここ見たことありますとか、泊まったことありますよかったですって言っていただけるようになってきて、本当にありがたいことだなと思っています。で、この北海道なんですけれども、私がいる札幌がオレンジ色の丸のところです。ですね、去年竣工したお家2軒、倶知安町と江差町というところにあります。それから今動いているプロジェクトが余市町と千歳市というところにあります。で、下川にも、まだいろいろご縁がつながっていて通い続けています。北海道広いので地図で見ると近そうに見えるんですけど、60キロとか90キロとか250キロとかそういうところを、日々通っています。で、なかなか札幌でのお仕事のご縁がなくて地方の仕事が多いのはなんでなんだろうなと思ってたんですけど、ようやく今年札幌のお仕事を一本いただきまして今頑張っているところです。で、エコハウスができて2年後なんですけれども、エコハウスの隣にゴミ温泉という町営の、第三セクターの温泉がありまして、そこのお庭にですね、
ふれあい交流施設という名前になっているんですけれども、要は焼肉小屋ですね。温泉を訪れた方々、それから、下川町を視察される方大変多いんですけれども、今までは、夕方になるとみんなでテントを立てて、ゲストの方を、おもてなしするのに、みんなで火を起こして焼肉をやってみたいなことを本当にもう毎日のようにされていたそうなんですけども、それも大変なので、なんとかそういうのがこう常にできるような場所ができないかっていうので、設計させていただきました。これは一切断熱気密ないんですけれども、下川の、カラマツ FSC 認証のカラマツ材の、今コアドライ、間伐材の新持ち柱を、乾燥させて使う実証実験を今行っていて、コアドライされた柱材を、使わせていただいていて、断熱がないのでどういうふうにねじれてるかとか割れが起きてるかっていうのを全部目視できるっていう意味もあって、使わせていただきました。それから、先ほど言っていたプッチャン町、羊蹄山のふもとで今すごくオーストラリアの方ですとかアジアの方々が毎年スキーリゾートに訪れるところなんですけれども、とっても雪の多いところなんです。北海道で多分一番雪の多いところ、下川はすごく寒かったんですが、今度は雪かと思いました。で、プッチャン町型住宅ガイドラインっていうのがありまして、その大雪といかにこう克服しながら楽しく暮らしていくかのための建物のガイドラインがあります。で、雪の処理のことですとか、住宅を建てるんだけれども、建てるときにはセミパブリックスペースを必ず作りましょうとか、植物むき出しでかっこ悪いからちゃんと修理してねとか、自然材料をできるだけ使いましょう、街並みに配慮しましょう、あと将来に備えてバリアフリーの設計にしましょうっていうような指針が求められています。これを守ると町から50万円、補助金がもらえます。で、くっちゃん町行ったことはあるんですけれども、実感として冬どんなんなんだろうっていうのをまずネットで調べました。そうしたらこんな屋根と地面がつながっちゃったりとか、岩木空間が雪で埋もれて黒かったりとか、鉄皮を命がけで落としている写真とか、こんなに屋根の勾配が急なのに雪が落ちないってどういうことなんだろうとか、そういうことがいろいろ見えてきました。もしかしたら岩木空間も吹き抜けになってたら雪が積もっても明るいんじゃないかとか、こういうところからちょっとヒントをもらいながら設計進めました。で、4月の中過ぎぐらいに現場を見に行ったんで、敷地を見に行ったんです。そしたらまだ2メートルぐらい雪があって敷地に入れませんでしたっていうようなことを考えると、やっぱりこうこの雪をいかに楽しく過ごすかっていうのがやっぱりここで暮らしを楽しむ一番のキーになるんだなって、降り積もる雪を見ながらまた降ってるってブルーにならない家にしたいなっていうふうに思って設計しました。で、プッチャン町って聞くと結構こう山の見えるすごく林の中に囲まれた素敵なところなんでしょっていうイメージを持たれる方が多いんですが、ものすごい市街地で、プッチャン町の中でもすごく街中の敷地でした。これが、アンヌブリが見える敷地から、上方にアンヌブリが見えて、羊蹄山が建物の隙間からちょこっと見えました。で、さっきのプッチャン型住宅のガイドラインという中に羊蹄を望めるような作り方をしましょうっていう文言があるんですよね。で、これは大事だと思って、羊蹄がどんだけ見えるかっていうのはすごいチェックポイントでした。で、ですね、やっぱりいろんな金額調整の中でもすごくいろいろ苦しい調整をしたんですけれども、断熱気密だけは絶対に外せないということでこの仕様を通させてもらいました。ただちょっと残念だったのが、本当は、ウッドファイバーを使って断熱したかったんですけど、それはちょっとグラスウールに切り替えてなんとか工事費を調整して、進めました。今これ軸地充填しているのがグラスウール100mm、その外側に 140mm、断熱にしています。で、断熱っていうのはすればいいので特に悩むことは何もないです。とにかく断熱をすればちゃんと恩恵が受けられる。で、私の中で一番いつも悩むところが換気なんですよね。
考えたのが、下川でもやってるんですけれども、床下に外気を取り入れて、床の、床暖房で余熱をかけてから部屋に、供給する、新しい空気を供給する、マイナス15度ぐらいの空気が直接入ってくるとやっぱり不快なんですよね。それをいかに熱を与えるかっていうことです。で、それを、2階から自然排気で、換気をするというふうに、しました。中はこんな感じです。お子さんが3人いらっしゃってご夫婦から借りてるのですごくコンパクトなんだけれどものびのび子供が走り回ってで外と中の空間がこうつながっている26畳ぐらいなんですけどすごくコンパクトなんですけどできるだけ外も影響が込み込んで、広く感じさせようこうアンスペース吹き抜けで撮ったんですけれども、それは、下の方に見えているのが、玄関の土間なんですけれども、玄関の土間が吹き抜けていて、外界の方向で、たとえ換気の外側は雪で一層が生まれて、生まれてしまっても、上からの最後で1階が黒くなっているという配慮をしました。で、日差しをしっかり出してっていうのは、下川の時と同じで、玄関側にどうしても設備ができてしまう臨時条件だったので、それを一度ワンクッション、安心したいということで日差しをもう一つ、一層分出しました。でこんな感じでもう子どもたち遊んでくれているよという報告を受けています。で、次に、江差町の家なんですけど道南でここは雪は30センチぐらいしか積もらないんですよね。で最低気温もマイナス10度から15度になるかならないかっていうちょっと温暖なところなんですけれども海に面していて冬は高風という、海からの風が風速20メートルぐらい常に吹いてますという話を聞きました。でこのようなプランなんですけれどもいかにその風を、楽しい要素に変えるかっていうことを考えて、風をガレージの壁で受けてできるだけ低いプロポーションで受け流すということを考えました。風が吹いてても、外で使える空間か風のことをあまり気にせずに外で使える空間があったらいいなとかそれが、居住空間とつながっているといいなということを考えながら設計しています。で、今年の5月に廃線になってしまった江差線のすぐ近くの敷地で右上は江差線、走る江差線から撮った写真なんですけれどもこんな雰囲気です。で外側は、この地域で採れる道南杉を、買っています。でこんな風に風が吹きつけるので雪の積もり方もなんだか面白いなと思ってできました。で中は道産のトドマツを中心に、サッシはここだけちょっと贅沢をして木製サッシが入ってるんですけどあと小さい、サッシは、真空ガラスの、樹脂サッシが入っています。こんな形で、海が見えるんですけれども海を見ながらも風を防いで快適に過ごせるハウスという構成になっています。でここでは、すごく悩んだんですけれども下川のエコハウスの検証をしていただいた前先生にエコハウスを飲んで一緒に運動しなかったのって言われてで私なんか全部管理されてるのが気持ち悪くて嫌なんですけどいや食わず嫌いじゃなくて一回やってみたらいいのに今も結構いいですよって言われて、ここは平屋でなかなか重力下環境ができないのでチャンスだと思って初めて一緒に取り入れてみました。で、これは千歳市にあるありがとうファームという、自然農をやっている農場なんですけれども私の友人が、紹介してくださいましてとにかくすごくいいところだから行ってみようって言って連れてってくれたんですけどこのような築50年の1階がコンクリートブロックで2階が木造の農家住宅に、このアラさんご夫婦暮らされていて2階が右下のような写真になっていてここを交流スペースにするのが夢なんですっていう話を聞きました。で、こういう無肥料無農薬、自家採集で行っている農園です。でやっぱりすごく大変な思いをされて運営されています。で現金収入がとっても貴重なんですよね。それで
金をできるだけかけないでなんとか交流スペースできないだろうという相談を受けました。でこのようなスケッチを書きまして、まずやっぱり快適に使うときには耐熱気密しなきゃダメだよねっていう、絵を描きまして、でこれをなんとかセルフビルドでできないかという計画のお手伝いをしました。でお金が足りなかったので、レディフォーというクラウドファンディングでちょっとお金を、支援していただいて、まず全部中身を解体して横張りからって言って、始めたんですけれども、断熱材を買ったらほとんどその金額全部使っちゃうっていう話になって困っていたところを、下川でも世話になった木場専務の方に、在庫している金紐をぜひ使ってくださいということで提供していただいて、工場もすごく近くだったので、取りに行って、でみんなでこういう作業をしていました。で結局最初は埋めてしまおうと思っていたこの裾のところも全部使いたいっていう話になって、急遽材料を足してですね、みんなでこんな形で工事して、気密もポリフィルムが買えないので農家さん2年か3年で捨てちゃうビニールハウスのビニールをいただいてきて、穴とか開いてるんですけど塞ぎながら、みんなで真っ黒になりながら貼りました。で、子どもたちなんかも一緒にくっついてくるので、なんか素敵なコミュニティの中でみんなで作業を進めて、左側に写っている写真が、木の専務、今回またお世話になった、赤尾さんも作業に参加してくださいました。でこんなところです。でだんだんなんか、セルフビルドなんですけど、これ原さんとてもプロ級な腕前になってきまして、当初施工する予定のなかったところに随分工事していって、サッシも付け替わり、このサッシもいろんな工務店さんからいらないサッシとか、溢れてるサッシみたいなのをいただいてきたり、もう外壁も張り替える予定ではなかったのにすっかりなんか貼られていたりとかして、進んでいます。それから、最後にですね、陽一で、今進んでいるプロジェクトなんですけども、私の10年来の友人が、札幌市役所を退職して外国に行ったなと思ったら、世界のエコビレッジを見て、でイギリスに2年間エコビレッジに住んで帰ってきたんですけども、その子がぜひ北海道で、札幌で、北海道で、まあ、どこでもいいんだけどやっぱり北海道かなって言って、エコビレッジを作りたいっていう活動を5年前から始めていて、ずっと念願だったその学び屋を、当初はコモンハウスを改修してやりたかったんですけど、ちょっと予算が合わなくて、小さな自分たち の, 身の丈に合ったような、ものを作ろうというプロジェクトを今やらせていただいてます。この計画ももう本当に、5年ぐらい関わってるんですけれども、かまどを自分たちで作ってみよう、暖房 と,、調理などこのかまどを作ろうとか、こういうところなんですけれども、今工事が進んでいます。で小ヤギが生まれたり、ヤギに作物食べられちゃったり、今ちょうど、サクランボの収穫が大盛期を迎えているところです。ありがとう。どうもありがとうございます。質問は後でまとめてということで、すぐ、新さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。新井です。よろしくお願いします。澤地先生 の, エコアースとは何ぞやっていうお話の下の根も乾かないうちに、私で勝手にエコアースタイトルをつけてしまいまして、ちょっとこれは、先走りしたかなとちょっと反省はしておるんですけども、エコアース作って野沢先生にも言われたんですけども、飯田のエコアースエアコンがついてないんですよ。それで、夏も照り返して結構室温が、断熱材しっかり、9兆 1.6 くらいですけども上がるのに、我慢していると。で去年ですか、クールシェアスポットの補助金が20万ついたんで、エアコン1個つけたいと、
相談がありましてどこへ着きましょうかっていうことで20番だとだいたい工事で作ると小さめなエアコン1台分しかない。最初どうしてもあっちで1階につけたい。でそれはやめなさいということで2階につけて、30坪がくらいありますけども全館が1台で行けますよっていうアドバイスをして、特につける電気屋さんなんか半信半疑でカタログに例えば20畳としか書いてないじゃないか大丈夫ですか大丈夫だってつけたら全然大丈夫で、この方のエアコン1台で家でも行きますと十分涼しいと、そんな結果が出ておりますけども、まあ、これ実は今回紹介するのは私の自邸でございます。なかなか住宅紹介するときにおせっさんの顔が見えて、なかなかきちんとこう批判できないってありますけども、今日はサンドバッグ状態で来ましたので、自邸なので何を言っても、まあ、全て受けて出すと。ということでよろしくお願いします。長野県南部の、稲谷というところなんですけども、まあ、私は平成8年に独立してやはり設計者として生きていくためにはやっぱり 目の前の山の木を使いたいっていうのがありまして、当時の山の木っていうのは近くの市場に出て違う木の名前がついて稲谷にまた戻ってきた。そうじゃなくて、地元の木を自分できちんと加工して流通まで持って一次産業じゃなくて今の農業でいうお家化ですね。だから全ての木の加工流通収益を含めて森林組合全部できるようなそんな橋渡しを設計事務所も工務店と山と間に入ってやってきたっていうその成果で、長野県南部では地元の山の木がこう、普通の状態で使えるようになってまいりました。それと長野県飯田市の気候なんですけども左上がこのエコハウスの今回本に載っております地域区分なんですけども実はその下のところの最高気温2013年8月の37度これは飯田の測候所は割と高いところでありまして実際のところは里では39度とかそのぐらいのものになっています。それと2014年の2月にマイナス77.7度下手をすると50度の温度差のあるところの家を設計しなくちゃいけないというわけでただその中でも右を見ていただくと、1日の気温差がマイナスの 3.3 度でも日中は14度くらいになりますので例えばすると冬でも20度近い温度差がこれは実は年間の日照時間が2000時間、地域は違いますけども、太陽が同等くらいの日照時間特に冬場の1月の日照時間は8月に比べると落ちないんです。8月200時間、1月に178時間というので、そんな意味では冬場の設定値が高い。それと夏場も、37度になりますけど、夜はもうすぐ23度になってしまう。そうすると8月も16度夜になりますので、窓を開けて寝てると風邪をひいてしまう。そんな寒暖差の差がありました。ということは、太陽熱だとか自然の夏と昼と夜の熱をこうどう蓄熱して、逆転させる。そういう意味での発信相談に非常に向いている地域です。こんな今のプランちょっと写真を見せますけども、まあ、構造モデルを一軒ごとにして張り紙がきれいに並ぶ感じそれと、まあ、山地域なんで、窓を小さくするというよりも大きくしながら夜と昼の その保温のモードの違いを外交部でどう考えながら、冬場の日照をどう取り込んでいくかとそんなのも広く使う。で北側にも窓をつけました。これは外は普通のアルミの中樹脂外アルミの冊子の内側にもう一枚木の扉がついています。まあ、ここも飯田市設計する場合は富士山というシンボルの山がありましてそれが見えるようにということなんですけどもやっぱりこういう奥のうちも半年とか4ヶ月くらい経ってしまったというのが見えなくなってしまったそんなことでございます。西と東は結構夏場暑いんでなるべく最低限の窓で絞る。東側も少し奥まったところに窓をつけますけども、西と東はプラン上空してなるべく窓をつけないと。で屋根形状そのままの内部空間と、まあ、自力施工ですね、構造ごはんには柿渋を塗ってますけども、ね、自分の家なんでコストダウンで自分で塗ったということなんですけども、断熱の障子を入れたりとか、
変にそのままの形状ですね。まあ、あのエコライフスタイルってありますけども、なんとこんな今年の冬もドカ雪が降りまして、稲でも80センチくらい積もりました。まあ、そんな夏の冬の雪景色を見ながら、薪ストーブの火を楽しむっていう、この一瞬がエコライフスタイルの気持ちの良さをものの数秒で味わわせてくる。その裏にはいろんな努力があるんですけども、味わわせていただける、そんな感じです。で、断熱気密の性能なんですけども、実は、断熱材しっかり3地域として入れたつもりなんですけども、実際計算すると、当時の計算方式で、OM のシミュレーションなんですけど、窮地として2くらいしか出ていません。実際 1.5 とか 1.8 くらいを狙ったんですけども、これ、出てない原因というのはちょっとあるんですけども、外壁でグラスウールの32キロから50ミリ相当、屋根で185ミリ相当、プラス遮熱シートが入っているということなんですけども、実は OM の、OM って言っていいんですかね、空気式、太陽熱、空気式の熱の収熱の床暖房システムなんですけども、床下の蓄熱層、ベタ基礎の下に断熱材入れてありません。基礎断熱はかましてあるんですけども、床下に断熱材入れてないということで、そこで窮地が相当しているということもあります。これは実際のこの地域で、床下蓄熱した時の今までの事例をこういくつかやるのと、まあ、品格法で、基礎の下に、断熱があるのかいかないのかということを、やっぱり品格法の検査員も各地区で言うことが違いまして、それを言われましてそんなのがありまして、それもこうエコアースをこれからやっていくためのネックにはなったと思うんですけども、そんなところで言えてないということだとしたっています。キャスビーではこのくらい言われます、まあ、イスラムこう線が一直線に上がっています。プラン的なんですが、ちょっと大きめの家です。55坪くらいありますけども、まあ、生活道路に近いところが LDK の家族の集まるスペースです。奥の方が水回りと、寝室とか落ち着いたスペースということですね。ということで、まあ、いろんな工夫してあります。給湯はエコ給湯のソーラーヒートだとか、ナイトパージの土間プールの換気扇を2箇所つけてあります。あと西側は最小限に窓を絞る。あと、モクスバイオマスの小型の薪ストーブがあります。ということで、2階もであえて、高い吹き抜けは作ってありません。風の通り道として階段室を吹き抜け化して、空間に取り込んでおるだけで、高い吹き抜けは作っておりますありません。で、先ほど、少し質問出たサイクルファンの方についてあります。これは家全体の空気を回したいということですけどありますけども、まあ、某パナソニック製の逆転もできるようになります。まあ、建物の形なんですけども、まあ、OM の受熱面、少し三寸、一般の、勾配がすごく一般の屋根が緩いものですから、OM の部分だけグッと盛り上げて、よくやる形なんですけども、これ実際やってみると全然収熱が効果はすごく高いです。本当に日が入るまでファンが待っておりますので、収熱効果はすごく高い。それと、まあ、将来的にお金なくてできないんですけども、太陽光発電が7キロくらいまで乗せれる、そういうスペースも一応は用意しています。まあ、いろんな意味で風通しだとか、日射の遮蔽、それとか、太陽光をどうやるか受け止めるかという部分で、建物の形を決めています。こんな感じで断面的には、特に、この地域で気をつけなければいけないのは、夏至の77度はいいんですけども、お盆の頃の8月の日射を考えてあげないと建物の中に入ってきてしまう。で、南の大開口に対するこう工夫なんですけども、こんなふうに、これ地元の木製サッシ高いんで、地元の建具屋さんに作ってもらった引き戸の、ピアガラスが入った木製の引き戸です。それとあとは大きなビックスが入ってまして、南側なんで収熱を考えてローイーではなくて普通のペアです。で、蓄熱で、まあ、この部分を、まあ、床からコンクリートを上げてくるとちょっと重たくなって、コンクリートリングベースも結構いるんで、床のプラットフォームを下げて、そこにレンガを入れて、モータルを少し固めて、その上に黒板を貼った収熱ドマでございます。で、ここにちょっと薄いんですけども、8月の日射の角度っていうのは夏至より少し下がってくるんで、これを気をつけないと建物の中に
直射日光が入ってきてしまう。で、これ実際計算的にどうなるって話なんですけども、あのエコライフスタイルでここに手間をかけて、昼間の日射を蓄熱して夜は暖かいねっていう、そういうこうなんていうのをほっこりする気持ちがエコ、ライフスタイルの一つかなと思ってすごく儲かった気分になります。それと和室の前ではトロンボールですけど、なかなかあの一般のお客さんでこんなんですか、あの進められないんですが、自分の自体でやってしまうということで、レンガの壁をこのサッシの内側に積んであります。外に木製のペアガラスの引き戸があって、中に太鼓張りの断熱の障子、その奥にトロンボールを作って昼間の直射日光をここに当てて、これですね、当てて蓄熱して、夜はこの障子を閉め、障子を閉めて蓄熱して、この今もそうですけども、ここの蓄熱した空気で、まあ、要はあのこのでかいガラス窓から熱が壊れて、コールドドラフトが落ちてくるのをここで押し返すということで、まあ、うちにいないんで設計者は夜まで残業してなかなか帰ってこないんで、この操作を一体誰がやるのということで、それが一番実はネックなんで、やっぱりね、フルマニュアルはなかなか大変です。ということで、まあ、こんなことをいろいろしたんですけども、実はあの 3.11 のその年に作ったものですから、オール電化とかそういうんじゃなくて、いろんなエネルギーを適材適所に使っていこうということで、暖房は応援ソーラーと補助暖房は灯油ボイラープラス3本、プラスコンバーターの薪ストーブですね、主に、この家の、加工の端材を3年間、燃やしました。あとエアコンは、まあ、母親は90なんで、体温コントロールがなかなかできないということで、寝室につけましたけども、まあ、ほとんど使っています。ナイトパージの換気扇が2箇所、換気は手を抜きましてすみません、第3種機械換気、給湯は矢崎のエコ給湯が引いてで、これもちょっと太陽電ツリーは供給湯なんですけど、ちょっとどこまで聞いてるのかっていうのはちょっとこう検証はなかなか難しい、本にもありますけども、効能は分からないかっていう総評は書いてあります。台所プロフォーマンス照明 LED なんですけども、実は灯油使用量を見ていただくと、竣工直後の冬が約622、まあ、金額ベースで62,350円、まあ、最初の年は一般に蓄熱ができてないということと、まあ、あの効率的な使い方が、まあ、自分でもよく分からなかったということで、ちょっとかかってます、だんだん減ってきてます。2012年の冬は49,000円、今年は30,000円くらいですね、55坪の巣で30,000円、窮地は2っていう数字なんですけども、これはあの空気収熱の恩恵だと思うんですけども、まあ、それと薪ストーブあるじゃんって話なんですけども、これ、ここでよく補助暖房の設定温度を18度でプラスタイマウンテンとして、寒い日のみ、あの薪ストーブを LDK の今とか、その部分だけ、自分で炊くということで、まあ、この端材を3シーズン使っているところなんですけども、あのオートマティックな部分の寒いからってメモリ上げちゃうと、家全体が暖かくなるとものすごく使用量が増えますということで、家全体の最低限必要な部分はオートマティックの部分で担保しておいて、例えばダイニングだといるところ部分だけプラスアルファマニュアルで、自分の肌感覚で薪ストーブもしくはペラトストーブをつけると、そんな形もあの何点、木材、バイオマスエネルギー近くにいくらでもあるんで、進めております。でその中で、長野県としてはあのこういう補助金がありまして、ふるさと新州の住まい新州型エコ住宅補助金ということで、まあ、いくつか基本形あるんですけども、50万円、低炭素を取ると80万円ということなんですけども、まあ、ここであの関係者の皆さんもいらっしゃいますので、お願いなんですけども、あの低炭素はあの白地がダメで、あの私の地元は結構白地が多いんで、ぜひ白地でも行けるようによろしくお願いしたいと、そういうことをお願いしています。以上でございます。ありがとうございました。桜井さんの設計された下田はもう本当に一番寒いところ で、でなおかつあの山の地形とアプローチへのシーケンスを配慮されたんだと思いますけども、あの必ずしも一番いい向きということではないあの設計をされて大変努力をされている。
で新井さんは他のエコハウスは割といい敷地が多いんですけども街中の本当に都市的なエコハウスということで大変な綿密な設計をされて、いい設計ができた、やっぱりそれなりの、その後の活躍も、本人が伺えたかと思います。これまで、登壇された方に加えてですね、児玉先生に加わっていただいて、加えてですね、児玉先生にも登壇いただいて、皆さんで、今回の検証で、しきれなかったこと、またこれからのことを、見定めて、議論していただきたいというふうに思います。では澤地先生、高橋先生、児玉先生、よろしくお願いします。前の方に。ではちょっとお疲れと思いますが最後のコーナーになります。今日はちょっと内容が盛りだくさんと思うんですから、休憩時間が足りなくて申し訳ありませんけれども、引き続き予定しております最後の座談会に入らせていただきます。座談会は今前にお話しいただきました、方々で、進めたいと思いますけれども、まず、皮切りにちょっと私の方から今日の座談会で皆さんに話をいただきたいというのを、申し上げて、それからこの内容を自由にお話しいただきたいと思います。また先ほどに申し上げましたように、最後の部分では質問でも、あるいはご意見でも、出していただければと思いますので、最後までよろしくお願いします。私もかなり前からいろんな住宅に関する環境の問題とも例えば2000年には、賞をもらったのが2007年かな、フル電柱で建てました、山梨の地域で JI の環境部門に仕事になったりしてますが、つまり、いわゆる運用時以外の部分でのことにも、いろいろと、関心はあるんですけれども、やはり実際に仕事としてやりますのは、街中でやりますと、なかなか例えば木造でやりたいと思うと、私が設計する住宅のほとんどには地下がありまして、土地が狭いものですから、どうしても地下室が入ってきたりして、全部を木造というわけにいかなかったりして、ほとんど本構造で建てます。で、今日のテーマのその知見ということで言いますと、私はやはり蓄熱と、それから最近住宅で非常に気をつけているのは、排湿といいますか、湿度のコントロールというのを、もちろんできるだけファーストベルに通すということがあって、実はその辺が、4、5年前までは本当にわからなかったです。例えば蓄熱をどうしようという、先ほども荒井さんの話に出ました、ああいう、いわゆるダイレクトゲインのような、非常にプリミティブなものでも、当時は例えばタイルの比熱って何なのとかですね、コンクリートの比熱はいくつだみたいなところから当たっていきまして、でも一体どのくらいの深さまで熱が溜まるのかっていうのは、よくわかんないというような手探り状態で、それとも設計をし、うまくいったり失敗したり、そういうのを繰り返してきました。ところが皆さんもご承知と思いますけれども、その後、その辺の知見というのが非常に、揃ってきました。例えばこれは省エネに対する時の技術基準ですけれども、もうこれ見ますと、いわゆる蓄熱はどの材料であれば、どういう量で、どのくらいの深さまでできると。で、簡単に言うと、もう表面積を拾えば蓄熱量が出ると。そういうことが、このもう新しい試験ですぐ設計に利用できるようになりました。あるいは私は湿度を出すということに対して非常に大事だと思っていて、で今までそのいわゆる、壁とか天井の内側から外側まで、つまり天井面から、断熱材あるいは空気層をして、出すところ、あるいは壁であれば、内側の壁の仕上げから外の仕上げまでの間でどういうふうに湿度を通していくかということを一生懸命考えたんですけれども、なかなかその透湿係数、露出抵抗、同じ意味ですが、そういうものはそれぞれの使いたい材料で出てこなかったりして、でもちろん内部結露とか、いわゆるその火器の結露とか、いろいろそういう結露を
まあ、あのしないでどうやって湿度を出していくかということに対して随分悩んでたんですが、最近はあのその糖質係数というのがほとんどの材料で分かるようになってきましたので、それを使いますし、まあ、この、 あの基準の中にもいわゆる糖質係数の比率で内部結露を起こす危険がどの地域だったらどの比率になきゃいけないというのが出てきたりしています。まあ、もう今日つまりの皆さんもほとんどそういうことはよくご存知だと思うんですけど、まあ、そういうふうにあの今まで分からなかったことが私が高々30年設計の仕事をやっている間でもだんだん分かってきているのがここ5、6年ということになります。でも、まあ、今回そのエコハウスでいろいろあのお二人の発表された設計者も含めていろんな挑戦をしてやっぱり分かんないこと、はい、まだ今これから挑戦していかなきゃならないことが、ね、ある。それを、まあ、今日この座談会のテーマにさせていただければと思っています。で、最初にあの子どもさんにはですね、岸辺を切っていただきたいんですけれども、子ども先生は実はそのこのエコハウスプロジェクトのというかあの事業の方 の20地域を選びますときの地域の選定委員というのは最終的にしていただいて、まあ、実は最初からよくご存知でいらっしゃいますので、ある意味もうあの自由にそのこのエコハウスプロジェクトのことでも結構ですし、報告書のことでも結構ですし、今私が問いかけましたテーマでも結構でございますので、ちょっとまず最初にお話を伺えればと思います。お願いいたします。こんにちは、黒田です。私は、まあ、お茶の時からいろいろ関係してきましたけども、今日改めて、本を拝見して、今日じゃないんですけど、いただきまして、まあ、いろんなその、エコハウスが日本にできたということで、とても、まあ、感心するんです。で、一つはですね、まあ、日本というのは、例えばこことか、なんか違って、とてもバリエーションのある気候を持っている国ですから、解決方法は本当にたくさんある。いろんな方法でいろんなその解決方法をすればいいわけだから、例えば炭酸ガスを出すというならば年間の炭酸ガス排出量はこれぐらいまでということを決めていただいて、あとは勝手にしろというのは本当は一番いいと思っているんですけど、でそれはなかなか難しいならば一方では基準を作らなきゃいけないという話があって、しかしまあ基準を作れば難しい基準を作ればいろんな人に対応できますけど、簡単な基準だと本当にその、建築家の自由な設計を縛っちゃう、そういうのもありますよね。で簡単なければ、普及しないし、普及すると使ってもらえないという、そういう基準のジレンマがいつもあるわけですけど、それはおそらく澤さんをはじめとして、その基準を作る方々 そのジレンマでもあろうと思います。ですけど、まあそういうその北海道は、まあ、とにかくこの近いところですけど、その他の地域というのは、さらに解決方法があるので、そういう解決方法に対して、2つ、3つの基準だけではとても対応できないだろうと。気がするわけですが、さっきのライフスタイルというのは基本的にそこにかかってくるわけでして、例えば、外皮の断熱性と気密性というのは比較的簡単に出せますよね。だけどインターフェース、さっき の皆さんのご紹介で牛と外の背負いの部分の中間領域ですとか、あるいはそのインターフェースと言われている部分の振る舞いをどう演出するかという話は、これはもう建築のすごく大事なところですよね。でそういうところはその基準なんかではしようがない。でいつもまあそういうところで建築の方々は悩んでいらっしゃるわけだと思いますけども、その辺のところで、ですからどういう基準を作ればどうだってみたいなことのその議論がとても今回ははっきり分かったと思うんですね。それぞれの地域でいろんなその、捉え方をされて、設計をされて、で実際に、CO2 の排出量はこれぐらいだけども、とてもいい環境ができたんだということが分かる。それもその主張されている方もいらっしゃるし、あるいはとてもその、断熱気密性能が良くて、その暖房費も冷房費も少ないけど、とてもちょっと気持ちがいいとは言えないという話もあったかもしれないという思いですね。そういういろんなその、バリエーションの中での違いが分かって、それをその共有意識だというとても大きな世界だと思うんです、ね。とりあえず感想から申し上げます。ありがとうございます。それでは、まあ、順番に自由にお話しいただくようにしていきたいと思いますが、まずはじゃあ次に佐々先生、先ほど、まあ、大体お話はしていただきまして、私どもとしてはやはり JIO に対してのかなり強いメッセージを発していただいたかと思いますし、まあ、JIO というのはお届けのように、まあ、いろいろな考え方の多様にある建築家の集まりではありますけれども、やはりそのこの環境行動ラボあるいは環境会議と名前が変わりますものが、やはり JIO の中で
どういう考えを JI でやっていこうかということを議論する場ではありますので、その場としての意味でもできるかと思います。ちょっとあの話を聞いてください。そう、先生がおっしゃることはよくわかるんですけども、その一気にその複雑な領域まで整理しようとすると本当に厳しいところがあるので、まあ、基準が扱える部分、あるいは定量的な設計法が扱える部分というのはまだ限界があるけれども、まあ、それがあの建物の環境活用のほんの一部しか扱っていないにしても、まあ、それを無視するというのは非常に良くないということが今回のプロジェクトのよく分かりました。それは文章でもはっきり書いてあるんですけれども、やっぱりある定石みたいなものがあるんですけど、その定石っていうのは地図で読むと非常につまんないものに見えるんですから、ついついおろそかにしがちで、そのオリジナリティみたいなところにちょっと入れてしまうと、そういう試みが多々今回のプロジェクトでは見られましたけれども、まあ言葉を変えて言うと、このプロジェクトの最初に技術循環型住宅のガイドラインというものを採用していただいて、どういうことをするとエネルギー消費量が減る、しないと増えるかということを一応提供させていただいたんです。先生は全員学んだ上で。ですよ。で、その中身とですね、20の地域のエコハウスの内容を見ると、やっぱりこう地面のものっていうのは地味ですしですね、つまらないものに見えるんですけれども、なのでまあ、検証を始める前の段階で出来上がったものを見させていただいて、皆さんがチャレンジしていることを内容を見させていただくと、まあ一言で言ってガイドラインに書かれていることと随分違う建物になったなっていう、で結果どうなるんだろうっていうふうに思っていたわけですけれども、中には成功したチャレンジもあると言っていいと思いますけれども、多くの場合やっぱり裏付けを持ってないものっていうのは、定石とは外れたものっていうのは、まあこの本の中で書いてありますけど、かなりの確率で失敗するということが今回言えていると。それをどう捉えるのかってすごく大事な部分で、無視して今まで通り同じやり方でやっていくのかっていうところは意識して答えを出す必要があるんじゃないかな、設計者の側にですね。で、この検証のやり方が悪かった、実はきちんと評価がされてないっていうことであれば、またレビューをしてやっていくということだったらありえると思う。もう一応こういうように合理的にまとめた成果があるので、その辺はぜひよく読んでいただいて、定石を守ることで、その上でその定石にはない、その扱われてないそのスペックの決め方については、その上でチャレンジされるっていうのはいいと思うんだけど、定石の部分なしでチャレンジした場合にどうなるのかっていうことは、すごく大事なことだかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ高瀬先生にはね、ちょっと具体的にお聞きしたいんですが、この本を作る、まあ、ワーキングの中で、いわゆる先ほどもお話に出てました、いわゆるバイオマスの燃料にした、ストーブについて、まあ、いろいろ実際にその測ってみると、いろいろ上の方に行ってしまったりするんだけど、ただなんとなくそのあったかく感じるじゃないかという、その体では感じるんだけど計測では出てこないということについて、何回かワーキングでも議論した記憶があるんですけど、そこら辺りのことを一つの、まあ、検証未検証といいますか、一つのテーマとして、ね、もしお話できればちょっとそこについて考えを出してご紹介をお願いします。確かに今回
調査とかでも放射の影響ってあんまり評価してないんですよ。室温を20度に必ずしてくださいっていうふうにして放射温度が上がってはいけないんで、確かにストーブの前であったかさみたいなのを放射で感じてるっていうのを評価してるわけではないという側面は、で、個別に薪ストーブの評価とかやって、例えば黒い板を1メートル、2メートル、3メートルとかで薪ストーブの前に立ってそれで温度がどれだけ下がっていたみたいなこととかを一応検証したんですけれども、一見でしかやったので、それはもっと他の薪ストーブかどうかとかそういったことは課題としてあるかなと思ってます。薪ストーブとか吸気のさっきの吉野さんにお話ししたんですけれども、使い方次第でだいぶ性能っていうかも、表面温度ですね、そういったことも変わってくるような、設備機器なので、設備機器っていうのはストーブなので、そういったところも今回は、ある意味その僕らもバイオマス暖房をその薪ストーブですとかペレットストーブですとかっていうのをどうやって使っていいのか分からないし、その自治体に聞いてもよく分からないみたいな感じになってしまって、もっとその他のエアコンとか給湯器とかもそうなんですけども、ちゃんとこういう使い方をしたらいい性能が出るよとか、そういった知見もうまくまとめていかないといけないのかなと思います。スペック値だけではどうしても分からないことは、ある自動車とかやつですあるモードで動かした時のスペック値なので、それを実際の運用上でどうやって、快適にいい性効率で使っていけるかというのを情報を集めていく必要があるかなと思います。ありがとうございます。じゃあ設計者のお二人にはですね、今までの最近のお仕事は先ほどやっていただきましたので、今後設計するのにどんなことを、大事に考えて設計したいか、その時に今何が分からないかみたいなことがあれば、ちょっとそういう話を少ししていただければありがたいです。どうぞ。ありがとうございます。説問とちょっと外れるかもしれませんけれども、以前何年前かな小玉先生のお話を聞いて、ゴースって何ぞやっていうところの中で、そこで2点教えていただきました。まず蓄熱による熱の時間的移動、昼間の熱を夜の熱を昼、夏の熱を冬にというのはちょっと無理かもしれませんけど、それともう一つ不在時だとか夏と冬、あと夜と昼の、モードの切り替えができる。断熱による高性能な箱を作るというのはまず1個なんですけども、それに加えその2点ができているのが高圧だよという、それをこう、私の考え方の、ずっと中心において、やってまいりました。これからちょっと地元の話をします。長野県 JIA 長野県クラブに、戻りますと、やっぱりその基準値の下限値がないと、いくら詳細な計算法ができても、世の中に50ミリとかないですけども、断熱材が非常にこう断熱性能悪い新築でさえ当たっているということで、やっぱり、何らかの基準値の下限値がないと、そのこれからの新築の担保がなくなって、社会的なその PR として性能の高いうちも売れるっていうふうに、そういう民間の競争がどんどん進めばいいんだろうけども、なかなかまだまだ坪40万とかそういう名前で、売りで売ってるところの中ではそこまで、出ないものもあるということで、基準値の下限値があるといいねということと、長野県の木質バイオマスの利用っていうのは、森林圏だけど林業圏じゃないよっていう、全国でも下から数えたのが近いぐらいの森林の利用率なんで、これをこうなんとか木質バイオマスで使えたら、CO2 の 30% の削減なんていうのは、暖房に限って使えばあっという間に長野県が達成ということで、これも県には相当強く言っています。プロパンや灯油みたいに宅配のシステムとして気軽に地元の木が電話一本で来るぐらい、そのぐらいのサービスをつけないと、なかなか趣味でやってる人はもう大体住んでいて、これからは、迷ってる人たちに、リストを進めていかなくてはならないという情勢になってきてますので、それが、これからの再生可能エネルギーの長野県として一番眠ってるエネルギーじゃないかと思ってやっております。
まあ、その辺のその、ただ思い出だけで言ってるだけなんで、それをこうきちんとなんか数値だとか、きちんとこう科学的に意見として届けていくっていうことは全くできてないっていうのは今気持ちです。新築されていく建物はこれからどんどん快適な性能を得ていくんだと思うんですが、寒い北海道でもやっぱり賃貸住宅なんかはものすごくチープな仕様の建物がたくさんあります。で、大体古くなって壊される第一の理由は寒いっていうことで、まだまだ使える建物がどんどん壊されていったりとか、直すのにお金がかかる、その断熱回収にものすごくお金がかかるから新しく建て直しちゃった方がいいんじゃないかとかっていう話がよく出てきます。今あるものをできるだけ、長く使っていきたいなという思いがとてもあるので、そういうところ、さっきのありがとうファームの一件はですね、すごく極端な例だとは思うんですけれど、そういうことも何かお手伝いができないかなというふうに強く思うのと、建物本体に関わるかどうかっていうのはちょっとわからないんですが、多分関わるんだと思うんですけれども、エコライフスタイルって話も先ほどからこうキーワードとして出ていて、やっぱりこう集まって住むっていうのが私もずっと長いテーマになっていて、集まって住むっていうのが多分一番環境に負荷をかけない暮らし方だと思うんですね。そういうのを建物側でいかにしつらえて、こうなんて一緒に作っていくかみたいな、そういうコミュニティに関わる住宅ですとか、みんなでイノベーションしていくとか、そういうことにすごく興味があります。分からないことはすごくたくさんあって、まだまだ未熟なのでいつもすごく悩みながら設計しているんですけれども、エコハウスにもすごく学ばせていただいたんですけれども、先ほどのプッチャの住宅の設計なんかはものすごく私にたくさんヒントを与えてくださって、私よりもずっと、まあ、関係のことをさっきちょっとわからないんだって話をしたんですけど、ものすごく話し合って決めていったんですね。そうすると実際建物ができて移り住んで、ものすごく身体的な感覚っていうか検証をしてくださっている会員君に関してはいて、冬を住んでみたり、ここを閉じた方がこっちの方熱がうまく回るんだよねとか、夏はこっち開けた方がいいよねとか、そういうのを自らいろいろ工夫して、使いこなしてくださってるっていうのがあって、まあ、そういうことを聞きながら、より良い方向をもっと探っていきたいなというふうに思っています。じゃあ2巡目で今換気っていうのは本当にね、設計者みんな悩んでる部分で、私なんかもなんか今回のプロジェクトやるまでは通風と換気が今から考えると結構どっちに考えてた部分があったなっていうことは随分分かってきてるので、やっぱり少なくとも一生設計者はですね、私なんかは設備も人任せにしない方ですけど、それでもやっぱりこのその辺が分かんない、なんかまあ普通じゃないかと思いますので、自分のことは言ってなんですけど、そういうことも含めてやはりいい話の部分でポイントになるってことをちょっと挙げていただければ。実は三沢さんとは同僚、旧同僚でして、私も10時間の勤務付きの営業を参加していただきましたけど、そういう経験をついて言いますと、昔の例えばそれ中と今の勤務は全然違ってます。すごく使いやすくなってるし、自粛管理もとにかくうまく使えば大変使い方がある技術ができたなと思っています。でもその通りやってもできるわけでもないので、それはまあ使っていただいて、必要条件として必ず必要なところはちゃんと試着して、エネルギー量ですとか、そういうのは、でもそれだけは自分のわけでもないので、今そういったように、日本では必ず、国民の金貨がいるので、みんなそういうところを考えてもいいわけじゃなくて、でもいいわけなんで、もっとその家は、先ほどの菅さんも言うと、その身体感覚がちゃんとうまく表現できるような、感覚できるような、夏とか冬の病院に帰ってきたって何度か分かりますよね。
全部含めて考えたいわけですから、それぞれ その評価をちゃんとしなきゃいけないということはよくわかりますけど、どんなの共通化できるはずがないというところがありますけど、共通化できる、あるいはその基準化できる問題できないものとちゃんとそのやっぱり作ると分けていると思うので、でもまあ分かるところはちゃんと定量化して、必要条件として年間エネルギー消費がこれぐらいだということは証明する必要がある。だけどそれどうやってやるかということについてはいろんな種類があるので、いろいろありますけど、必要条件の必要条件をちゃんと満たした上で、そういうその、本格的なっていうか、ちゃんとした建築的な価値っていうのを価値として、信頼感として、だから土とかビデオとかそういうのもしたけど、そういうのがなかなか定量化できないので、それはだけど価値がないわけではなくて、ちゃんと価値があったということをおっしゃっているんだと思いますので、その辺のバランスを どう決めるかって話をずっと残ると思います。例えば、昔私30年前に通風の研究を始めた時には、なんで今も通風の研究をするんだろうって言われましたよ。エアコンがある。でもそれだけ風 その動きを捕まえて評価する技術はなかったんですね。それはどんどん進歩して、最近は進むだけとっても多いです。なので基準というのもそういうその測定の技術だとか、それからその評価の技術が進めばまた変わってくるはずなんですね。なのでそういうそのある技術に沿って基準ができているので、そういう通風の例でしましても、そういうことをしてほしいと言ってもそれのパターンがそれのその定量化というのはとっても難しいなと今と思ってますけど、でもたくさんの方がやっていて、たくさんのスキルを使ってコンピューターをいじりながら、そのこういう結果になりますよとか言える。でも風の場合には風の風向もいつも定まらないし、時間的に変わることもあるし、それすべてが言えることが全然ないってこともたくさんお分かりになっていて、だから、万能ではないんですね。それをでも知らない方、知ってる方が知らないよりはずっと情報として豊かなので、それを活用しない手はない。そうした上で設計をするのがいいなと思います。なんか評価として必要なのは、例えば年間のエネルギー消費ですとか、CO2 の排出量ですとか、まあ、CO2 は、環境省にとって、方にとってちょっと言いにくいんですけど、例えばエネルギーの原体がどれぐらいあったか全部変わってきますよね。なので、原発はなんか本当にいるかみたいなのが入ってきますので、ちょっと難しいところもありますけども、でまあ、その決めた、その原体の設定に従って、で、鍵でこうだということは分かるわけですから、そういうその計算できるところは計算して、分かっていくことも大事なことじゃないかと思います。風に関してもまだ分かるところがありますけど、風に関して言えばね。でもだからこそ、それでやり方がないというのがあって、もっとそのシミュレーションとかだから進んでくれば、ちゃんと分かることもすごく多いと思いますし、そういうことを今、設計の中に組み込んでいることは、経済的なことかもしれないけども、すごく大事です。例えば窓の開閉方式なんかも昔に比べればものすごく選択肢が増えましたよね。そういうこと一つとっても通風が昔よりも、まあ、設計士が考えれば有効に使えるようになるっていうふうになってきてるとは思うんですけど、まあ、そういうふうに窓って開けないとほとんど意味がないので、じゃあ誰が開けるか、いつ開けるかってとても問題になりますよね。それはさっきの話になったように、なんかそういう意味に必要な人もいないとかあるので、でもまあそれは例えばエコって言うならば、そういうその生活を楽しむことが窓を開けることであったりするわけですから、そういうことも含めてライフスタイルといったことを言わないと、その建物のハードの生活だけではとても言えないというのがすごく多いような感じがしますね。そういう意味でも、それぞれの地域の気候に合わせて楽し住むことを楽しむみたいな、そのためにはどういう建物ともメンテナンスするかとか、あるいはオペレーションするかということが関わってくるので、必ずしも、性能のいい、非常にいいエアコンが必要であれば、全部任せるという話とは違うところがあるので、そこも面白いところがあると思います。さあさあ、通風についてしゃべっていくようなので、しゃべらせていただきます。そうですね、エコハウス。通風で、まあ、ダイアグラムでよく断面で、まあ、風通ってますみたいな書いてあるんですけど、まあ、そもそも風通行の設定が間違っているとか、そういうこともあるし、風室の風向が設定があってても、入り口の開口を大きく閉じすぎて、で出側の開口をすごいちっちゃく閉じていて、結果、まあ、片側の開口になってしまって、通風ができないとか、そういったところも、まあ、技術的には、技術的というか、計画的にはあったんです
もまあ、あとはです、ね、逆に風が強すぎるですが、まあ、集合住宅の設計とかもそうですけど、あのリビングダイニングがあんまり風が吹かないので、廊下にしか風が吹かないというようなところもありますので、まあ、そういったところも、まあ、結構です、ね、設計者目線で、まあ、実際住んでいる中でも、まあ、日本人は特に通風が好きなので、あのかなり夏とかですね、その住んでいる中で、まあ、どういう時に風が吹いて、まあ、どういうふうに流れているかってある程度あのイメージされている方がすごい多いと思うんですよ。で、まあ、最近コンピューターとかシミュレーションで、まあ、いろんな解析があって、それで可視化できるようになってきたりとかっていうのもあるので、まあ、そういった情報を、まあまあ、ちょっとシミュレーションっていうのはまだあのハードルが高いんですけども、そういった情報を我々の研究者からもどういうふうに出していくのかなというような、課題としてあるなと思っています。で、まあそうです。逆に設計者の方とかはですね、まあ、通風だけじゃなくてもエネルギーとか、まあ、温熱環境とかもそうなんですけど、こういった情報があるとあのものすごい設計がしやすくなるみたいな情報っていうのを研究者側にどんどんぶつけていっていただきたいと思います。まあ、そういった中でキャッチボールしていく中で、まあ、いい設計ツールっていうのを作っていくんじゃないかと思います。私も通風について話をさせて、通風の役割って2つあるんですけど、1つはあの部屋の中に溜まった熱を外へ捨てるっていうことですね。もう1つは風を家の中に取り入れて体に当てて冷却するっていう2つあるんですけども、後者の方は、非常に設計が難しいんですね。家の中、部屋の中を風がどう流れるかっていうのはなかなか予測できません。窓から入ってきた風っていうのは大体斜めに来ますので、外の風向によってどっち回りで回るかもよくわからないので、で今大体出来上がってきているのは前者の方で、どれぐらいその5回とか10回とか20回とか100回とか換気回数を風力で増やしていった時にその温度が下がって冷房のエネルギー消費量がどれぐらい削減できるかっていう、そういうようなことはですね、大体あの設計法として出来上がってで、後者についてはまだまだなんですけども、まあ、このエコハウスのプロジェクトの中で非常にヒントがありまして、まあ基本的にあのその空間にいるとほとんど外にいるのと同じ状態っていう家を作ることが、あ、そういう状況を作っている家が豊後高田とあと水俣にありました。で、水俣はあの今の部分を L 字型に全部窓を開けまして、L 字型で囲まれた部分にいたらもうほとんど外にいるのと同じぐらいなので、まあかなりの確率で風を体に当てることができると。で、豊後高田の平屋のエコハウスはその普通その窓って半分しか開かないですよね、扉があるんで。で、これが非常に障害なんですけど、豊後高田の家はその隣のそのコアスペースに窓を全部追いやって、もう完全にその部屋の間口と同じだけ窓が両面に開くみたいなことで、その非常に良好なその体に風を当てるっていうことを実現して、まあ、そういうのももうちょっとあの設計法として、なんか取りまとめないと普遍化しないといけないかなという大変なヒントに今回はなりました。ありがとうございます。じゃあもうこれからは会場の皆さんもお集めいただいて議論を最後に進めていきたいと思いますが、最初にちょっと私の方からご指名をさせていただきますと、今日実はこの、エコハウスの事業が立ち上がった時に環境省で担当してくださいました細川さんが来られます。細川さん、今原子力規制庁も言ってられてるんですが、実はもう断るごとにこのエコハウス のこういう会とか、あるいは何をやりたいことには石川県でセミナーを開いていただいてとか、もういわゆるご自分の担当を離れてもずっとこのエコハウスを見続けてきてくださっている方ですので、ぜひちょっと今日のことについてでも結構ですし、このテーマについても結構ですので、ちょっとお話をお願いいたします。ただいまご指名いただきましたので、コメントさせていただきたいと思います。私も今ご紹介いただきましたようにですね、当時この環境省エコハウス事業というの
ちょうどまあ6年ぐらい前にですね、この企画というのをまあ立ち上げ始めたわけなんですけれども、まあ、その時からですね、いろいろ井口さんですとか、まあ、寺尾さんとかにですね、ご相談しながら、まあ、このエコハウス事業をどういう形でですね、コンセプトで進めていった方がよいかということをまあ議論させていただきました。でそれでまあいろいろ予算もつきましてですね、ちょうど5年前になりますけれども、まあ、まさにこの場でですね、いろいろこう選定の委員会というのを、まあ、戸玉先生にも参加いただきながらさせていただきまして、まあ、全国20カ所の、まあ、地域を選ばせていただいて、で私はちょっと実はその直後にですね、まあ、移動になってしまいまして、ちょっと全くこう関係のないところに、まあ、行ってしまったんですけれども、まあ、それ以降もですね、いろいろと井口さんを通じて、まあ、このエコハウス事業の、まあ、その後の行く末というのをですね、見守らせていただいたということでございます。で、まあ、今日のお話、非常にいろんな角度からですね、お話いただきまして大変ありがとうございます。またこういった形でですね、まあ、やっぱりなかなかこう役所のこういろんな事業というのはともすれば単発なものになりがちなんですけれども、まあ、こういった形で JI の皆様のですね、ご協力、まあ、それから前先生とかですね、高橋先生はじめとして、まあ、あるいは佐々木先生はじめとしてですね、いろんな研究者の方々のご協力もいただきながらですね、こういった形で、まあ、一つの成果としてまとめていただくことができたので、まあ、私としても、まあ、大変感謝をしているところでございます。で、まあ、その中で今日お話を伺った中で、まあ、私からは一つエコライフスタイルという、まあ、キーワードが出てきたので、まあ、それについて一つコメントさせていただきたいと思うんですが、まあ、この事業を立ち上げるときにもですね、まあ、3つのコンセプトというのを佐々木先生の方からご紹介いただきましたけれども、やっぱりその省エネ性能とかだけではなくてですね、まあ、エコハウスというのを考えたときに、その、まあ、環境性能ですとか、それから、まあ、やはりその住まい方というですね、そういった、まあ、キーワードもやっぱり取り入れていきたいということでですね、コンセプトの中に一つ組み込ませていただきました。ただ実際にその当時井口さんともですね、いろいろ議論はさせていただいたんですが、何かこう明確なその定義というものが何かそこにあったということでは実はございません。やっぱりそのエコライフというのは、まあ、なんとなく漠然としたこういろんな取り組み、まあ、それぞれ個人個人の方の、まあ、いろんな環境に優しい行動みたいな、まあ、そういう捉え方もあるんですけれども、まあ、このやっぱり住宅というのを考えた場合にですね、やっぱりそこに住まう方があってこそ初めてその住まいというのが成り立ってくるということもありますので、やっぱりそこに住む方というのは一体どういう、まあ、ライフスタイルを営むのかということがまずキーワードとしてあったのかなと思います。それからもう一つはそのやはりこう地域性ですね、まあ、先ほど児玉先生の方のワークというのはいろんなバリエーションの、まあ、気候のバリエーションがあるというお話がありましたけれども、やっぱりその地域地域のですね、その、まあ、歴史文化も含めてですけれども、いろんなバリエーションの中でやはりワークにというのはその画一的なその住宅ではなくて、やっぱりこういろんなバリエーションを持った住宅のあり方っていうのはやっぱりあると、まあ、それを、まあ、にくっつく形でいろんなライフスタイルがやっぱりあるというふうに考えておりました。ですので、まあ、公募するときにもですね、やっぱり自治体の方に一つ問いかけたのは、やっぱりその地域でどういった今後その住まい方というもの、あるいはこう暮らしというのをこう目指していくのかということも一つ自治体の方の、まあ、宿題としてですね、考えていただきたいというのを我々の、まあ、事業を、まあ、この展開する側からのメッセージであったように思います。やっぱりその、まあ、それを体現していただいている部分も中にもありましたし、まあ、なかなかそこをまあ、回答を見つけられていない部分の自治体もあったのかなと思いますけれども、まあ、例えば飯舘村とかではですね、そういう反応が X というような形でですね、その農業ということも一つ、まあ、ライフスタイルの中に取り入れたような形の住まい方というのを提案していただきましたし、まあ、あとはちょっと経路は違うかもしれませんが、その石川エコハウスなんかはですね、まあ、特に城下町ということもあって、やっぱりその空吹きとかですね、そういったその町の中の、まあ街づくりとかですね、そういった観点からの、まあ、いろいろこう制約もある中でですね、その住まいというものをどういうふうに考えていくかというのは、まあ、そういうようなですね、まあ、視点もあったかと思います。まあ、そういう意味で、まあ、エコライフスタイルも非常に、まあ、ちょっとなかなか抽象的で、当時はまあ定義付けもできて、きちんとした定義付けできておりませんでしたし、まあ、今もまあまだまだちょっとそこは
まあ、未解明な部分があるというふうには感じてはいるんですけれども、やっぱりそういったものを含めた形でですね、このエコライフ、あのエコハウス事業というのをですね、まあ、あの考えていきたいというふうな、まあ、問題意識で、まあ、当時は考えておりました。で、あのちょっといくつかですね、あのこのキーワードを元でご質問させていただきたいと思うんですけれども、まあ、あの先ほどこの、まあ、放射熱とかですね、そういった部分についてはなかなかこうあのまだまだそのなんですかね、こう具体的になっていない部分もあるというお話がありましたけれども、まあ、我々あの行政の側からしてみるとですね、やっぱりこう具体的に数値化されていく、まあ、ということはやっぱりあのいろんな政策を打つ上で非常に重要になってきます。まあ、やっぱりその補助金とかですね、まあ、先ほどガイドラインの話もありましたが、その補助金とかですね、まあ、税制とか、まあ、そういった形でいろんな政策誘導をしていく上ではやっぱり具体的な数値化がされて、まあ、一定の目安をクリアしたものが、まあ、よりそっちの方向に誘導していくというのが、まあ、行政の立場ですから、まあ、そういったものがですね、なるべくこうあの目に見える形になっていくというのが一つ好ましい方向ではあると思います。でそこであの高須先生にお伺いしたいんですけれども、まあ、その研究という立場でいろんな、まあ、今ジャンル、まあ、換気も含めていろんなジャンルのところで、まあ、研究分野があると思うんですが、まあ、今後そういう何かこう数値化みたいな部分がですね、何かこう見えつつあるような研究あるいはこう分野というのがですね、何かこの、 あのエコハウスという部分で何かあるのかどうかということをですね、ちょっとあの最新の情報を教えていただければというふうに思います。それからあの設計者のお二人にはですね、あの桜井さんの方にはあの、まあ、先ほどのバリエーションという話がありましたけれども、あの、まあ、特に北海道もですね、私も実は北海道出身なんですが、あの北海道でもやっぱりいろんなバリエーションがあると思うんですね。下川のような、まあ、あの雪深いところもありますし、まあ、あの福ちゃんもそうですけれども、あとは江差のように、まあ、あの割とこの雪自体がですね、そんなに、まあ、あの多くないところというところで、まあ、今まで取り組んでこられた中でですね、まあ、そういうバリエーションみたいなものを、まあ、あの何か意識されたで設計された部分というのは何か実際に あったかどうかということをちょっとお聞きをしたいと思います。それから新井さんの方にもですね、あの、まあ、このエコライフスタイルということに絡めてなんですけれども、まあ、実際にあのご家族の中でですね、こう今までこう住まわれてきた、まあ、住まい方みたいなきっとおありだったと思うんですけれども、そういったものを何かこう設計の中にですね、具体的にこう設計する段階で具体的に考慮された部分みたいなのがあるのかどうかということをですね、もしあればちょっとご聞かせをいただきたいと思います。すみません、ちょっと長くなりました。以上。私から回答させていただく内容で、まあ、これまではっきりしていなかったので数値として見えつつあるということなんですけれども、あの先ほどから議題に上がっている無機質バイオマスの方は、あの自律循環のワークショップで今無機質バイオマスストーブの、まあ、評価をどうするかというような研究をやっていまして、まあ、その中で、まあ、その放射等を含めた評価というのはやっているような状況です。あとは一応評価をどうするかというところも含めてやっているような状況です。あとは、まあ、承認基準に入っていれば、まあ、太陽熱暖房とかそういった点も入っていないんですけども、そこも今、まあ、事実循環の話のところを立ち上げますが、まあ、どちらも去年から終わっているのですけども、そこに私も参加させていただいて、考えているというような状況です。バリエーションというキーワードをいただいたんですけれども、バリエーションは意識して作っては実はいなくて、おのずとできてくるのかなというふうに感じています。その土地の状況を読み込んで、その構え方とか、ひさしをどれくらい出すかとか、土地に向けて開放したらいいのかっていうのは、そういう諸条件の中からやっぱりこう生まれてきて、この地域だからこうだっていう決まり事は意外と私の中ではあのないな。さっきの江差の住宅も低くして受け流そうと思ったけど、今そこが100メートルぐらい離れたところにも一軒やってて、そこは間口を小さく、風が受けるとか小さいんだけど、今度は高くこう大屋根をかけて、それで受け流そうかなみたいなことを考えたりしています。
がどうのこうのってことはね、あるんですけども、まあ、基本的にはそのいろんなこうマニュアルっていうか手間をかけて、暖かいとかそういうこう肌感覚で感じられる環境って言いますか、そういう状況を作れた時の喜びっていうのを感じられるうちだから、ね、ライトパーティーで涼しいのとか、だいぶ原因の自分の必要が高いのとか、そういうのは肌感覚で少しもかったなっていうんじゃなくて気持ちいいねっていう感じられるうちがやっぱりいいのかなっていうことと、まあ、最近のいろんなお施設さんの、なかなかね、奥様が家づくりの主導権を握られていて、こうスタイルから入ってくるっていうのは結構多いんで、そういう時はじっくり打ち合わせさせてもらって、その奥に秘められたものをなんとか引き出そうと思っておりますけども、まあ、地方なんで、職業を結構引きずるというか、やっぱり農業の方だとか、あと釣り好きでしょっちゅう山行くんで、こう家でもアウトドアライフが少しこうそういう思考がいたりとか、まあ、そういう、 こう趣味だとか仕事 の傾向で家作りが少しこういろんな特色が出てくるなっていうか、逆にこっちがキーワードとしていただいて、そういうプランを提案するっていうことはよくやっています。はい、ありがとうございます。じゃあ、予定の時間には出てなりましたけど、あといろいろ質問もありかと思いますので、ぜひ積極的に手を挙げていただいて、ご質問なりご意見なりをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。いらっしゃいませんでしょうか。それでしたら、先ほど曽我さんのお話の中にもありました石川県から小森谷さん、お越しいただいているご意見でもご質問でも結構ちょっといただけますでしょうか。すいません、まあ、ご紹介に預かりました石川県の温暖化里山対策室の小森谷と申します。私らの方でも今その石川エコハウスっていうのをその建設させていただいて、まあ、いろんな取り組みとかで使わせてもらってるんですけど、やっぱり近年の課題というか、まあ、なんか下世話な話なんですけど、来場者数がやっぱりどんどん減っていっとるっていうようなところがあります。でやっぱり、まあ、私も自分がそういった中でエコハウスの見学来て説明とかさせてもらうんですけど、なんか、まあ、それぞれ皆さん大事にされてるところが違うなっていうのはやっぱり感じます。今言っとった木製サッシの説明で省エネにいいんですよって言っても、いやこれはデザインがかっこいいなっていうようなお客さんもおったりとか、単純に値段がやっぱ興味があるとか、そういう中で、まあまあ、一番私が来たのはそういう集客能力を上げるというか、なんていうんですか、一般の方に対するその分かりやすいというか、皆さんがすごい考えておられることをもっと分かりやすく伝える能力というのが、まあ、自分に欲しいなという感じで、なんていうか、もっと身近に取り組めるようなそういうところを提供していただければというのはすごい自分勝手なお願いではあるんですけど、なんかもっと簡素化して、それこそうちの嫁さんにでも分かるような簡単な内容で、こんな今かっこいいデザインのものがあるんだよって、こんな安いものがあるんだよとか、あ、こんな分かりやすいものなんだっていうのを、なんか皆さんの方からいただく機会があればなと、で、そういう機会があれば私積極的に参加していきたいなと思います。なんか拙い、ありがとうございます。あともうちょっとお聞きしたいのは、石川県は設計者に対しての、はい、県内の、あるいは建設会社さんに対してのいろんなセミナーってもすごく積極的にやっておられますよね。その辺のことをちょっとお話しいただけますか。つい先日の佐々木先生とかの方に施設住宅の省エネ改修に対するガイドラインであるとか、その先ほどの自立循環型講習会とかしていただいたり、また石川県の方でその省エネパスポート制度っていう新築する戸建て住宅に関して石川の気候風土に合わせた一次エネルギーの、消費量を出すことによって評価する制度があって、それを補助するような形でいろいろ進めておるところであります。
またそれについても今年一応改修版というのを作ってリフォーム住宅とかにも使えるような形で一般県民の方にもそういう分かりやすい形で目に見えるような形で普及していくというようなことをまたうちのそういった温暖化サタン対策室の一丸となってやっているんで、こういう機会に今逆に皆さん県に打たれたら石川県に遊びに来ていただいて、まあ、新幹線も来ますんで観光を兼ねてまた来ていただくと石川県いろんな意味で助かりますので本当になんかちょっと脱線しまくって申し訳ないんですけど。いや、ありがとうございます。石川県は多分20年時点の中でも最もそういうエコハウスだけではなくてエコハウスを利用して、県内のいろいろ設計者ですとか主催のいろんな、まあ、パスポート制度というのが出ましたけどいろんなことをたくさん自ら考えてやってる大変にパワーのある自治体だと思うんですけどもやはり、まあ、全ての自治体がですね別にエコハウスに限らずですけど独自にいろいろその国が決めたもの以上のものをここのその地域に合ったものにしてアレンジしていくということがやはりそれは大変なことだと思います。でおそらくそれは我々設計者の方がただそういうのを待ってるだけではなくてそれぞれの自治体に対していろいろな形で、まあ、そこに JIA がないから関与できればなおいいと思いますけども働きかけをしてですね一緒になってで今回このワーキンググループで本当によく分かりましたのは今日お集まりいただきました研究者の皆さんそれで我々のような設計者それが一つのこの、まあ、20といいますかエコハウスという事例を通してですね一緒になって、まあ、考えそれでいいところ悪いところ分からないところ分かったところが見定めていけるという機会としては大変大きな機会になったと思うんですけどもそれをそれぞれその場所その場所で、まあ、これの、まあ、コンパクトバンドもいいんですけれども各地でやっていく中にいろいろそこの中に自治体の人も入っていただいてあるいは国も入っていただいてそれでやっていくっていうようなことがないとですねやはり広い意味での環境あるいは住み手にとっての気持ちよさと設計をする人間がどういうふうにやっていったらいいかということを含めた日本の住宅をどうしていくという、まあ、それには伝統的な方法をどうするという問題はもちろん含まれていくと思いますけれどそういうのを考えていくのにはぜひその3者が集まってやっていくっていう会がないと、まあ、なかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに思いますものですから、まあ、今日はまあそういう機会として、まあ、ご質問がまだあればお伺いしたかったんですけど時間も過ぎておりますので一応の段階はこれで終わりにさせていただきたいと思います。あ、どうぞどうぞ、はい、今日は私はやっぱり思うのはですね、例えば JA でも環境建築省がありまして私は今その委員長やってますけど、エネルギーの その性能を争うコンペがあったりとかいろんなその他の団体での将来もありますよね、学会もあるし、いろいろあります。でそういうのと環境建築省ってどこが違うかとよく言われるんです。でそれはやっぱり大事なところは、もちろんエネルギーの消費量が少ないとか炭素ガス排出量が少ないとかこれ必要の必要条件ですよね。その上で何をできるかっていうのを出すのがおそらく JA の仕事なのでそう言いますともっと極端に言いますと先ほどライフスタイルで言いますと今の20世紀のライフスタイルではなくてその次の世代を見越した、そのライフスタイルを提案した上である建築を提案するというのがおそらく、JA の役割だと思います。もっと言うと自然と人間の関係というのはもう全然2世紀と変わっているわけですから21世紀この後どういう関係を例えば建築っていうバイタルとして表現できるかというのはおそらく JIA の一番の役割で単純にエネルギー消費量が少ないだけでは他のことがたくさんありますのでそして任しておくとかねそういう役割分担があると思いますのでぜひJIA の方々にはそういうそのもっとこうなんていうか、必要条件以上の十分条件を提案するような、ことができればいいかなというふうに委員長として思っておりますのでぜひたくさん参加していただければいいと思います。と言って一方では JIA でも、エネルギーガイドラインを平和さんを中心にして作ってらっしゃいますのでそれはそれとしてとても皆さん方はそれを使って勉強されているわけですが、いつも必ずしもそういうガイドラインの一番成績いいのが、環境建築省に選ばれたわけではないんですね。そういうジレンマを常に我々感じていますけど、でもまあ
JA は JA として何ができるかというと、本当に環境に関して問われてますので、ぜひたくさんの方にご参加いただこうと思います。どうしてもう終わったんですか、締め切りは。あ、まだあるそうですので、ぜひ僕の方々がそういう、もちろん性能勝負の名刺、それからその上で何か新しい点をするのも結構ですので、参加いただこうと思います。宣伝してみます。最後に。私もそう思いますね。私が強く先ほど申し上げた必要条件のことなので、決して十分条件ではないので、これは先生がおっしゃっておりたいと思います。ありがとうございました。じゃあ、今日は一日長い時間でありがとうございました。では、司会に戻しました。皆様、お疲れ様でした。それでは、主催者を代表しまして、林先生、最後ご挨拶で、お願いします。で、林先生はこのエコハウスの、22歳というから私たち窓口の先生であり、先生自身も窓口になりましてエコハウスに最初から最後まで関わっていただきました。先生よろしくお願いします。突然の申し上げなんで戸惑っているんですが、で私は実は今日ですね、この会に参加させていただいて、大変苦労してやったこのエコハウスプロジェクトですね、これがとてもいい参考書になってまとまったっていうのが非常に嬉しく思っております。ただそれを聞きながらですね、私が非常に残念に思うのは、私は実は福島県飯舘村に足しげく通ったんですね。他のところも行きましたけど、そこが一番分かったように思うんです。そこがああいう状態になってしまって、もうエコハウスの部分にも入れないような状態、非常に残念です。でそのことで頭がいっぱいですね。まあそれはさておきまして、ともかく今日はまとめの会ができて非常に良かったと思います。で特にいろいろまだこれから設計にどう生かしていくのかというあたりで、我々非常に経験則でエコハウス考えてきましたけど、この参考書を見ると、こうしちゃいけないとか、そしては予想に反するとかですね、いろいろ教えてもらいました。で、サースさんがおっしゃるように、定石ですよね。少なくとも設計者として、この環境配慮型の住宅を作るためにこれは定石だと、そういう時は踏まえていかなくてはいけないなと思いますね。その上に立ってまた創造性が出てくるだと思います。それと今日良かったのはですね、北海道桜井さんですか、それから その後ですね、非常にまたご自分でいろいろと展開されている様子を見まして、やはりこれが大事じゃないかなというふうに思いました。で、特に桜井さんのお仕事、大変苦闘している様子が伺いましたけど、またその他にライフスタイルという点では、エコビレッジにつながっていくようなですね、非常に新しい展開、私は大変興味を持ちました。そういうことで一人一人がですね、これを契機に、頑張っていかなくちゃいけないなということを、自分も含めて、痛感いたしました。それでですね、エコハウスをどう作るか、一言で言うと、やっぱり地域に根ざすって、このことに尽きると思います。地域というのは非常に広範な概念があると思いますけれども、それがやっぱり出発になっています。これはですね、私エコハウスのことをやっていて、実は私エコロジカルデザインっていうのに興味を持ちました。で、シンバンダリンっていう、バークリーのですね、エコロジカルデザインのパイオニアの人がおります。その方が最初に言ってるのはやっぱり地域に根ざすということなんです。だからこれでね、やっぱり根っこがあるんだと思いました。
それからちょっと付け加えますと、さらに環境への影響陛下影響は少ないということですね。それから自然とともにというか自然に配慮したデザイン、それから参加っていうのは非常に大事なんです。これ人々が参加するってことですね。より大勢の人が参加することによって、良い知恵がいっぱい出てくるんで、これをいかに統合するかということです。それから最後にですね、自然をいかに際立たせるか、自然というのは感性ですね、感覚、嗅覚、触覚、さまざま五感ですね、五感をいかにデザインに取り込むかということを言ってますよ。だから本当にね、改めて皆さん、私が翻訳したエコロジカルデザインというのを読んでください。あれに全部書いてありますね、本質は。ということで、ちょっと言い過ぎたかもしれませんが、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、皆さん、ご苦労様です。ありがとうございます。これでこのセミナーを終わりたいと思いますけども、ちょっとだけ時間いただいて、ちょっと宣伝なんで、僕は岡山で研究活動しておりますけれども、去年から私の地域からいうと中国四国、環境セミナー連続セミナーというのをやっております。今日一緒に僕と兄さん私なんですけども、兄さんから四国中国セミナーですが去年からやっておりまして、去年は、基礎編ということで年に6回で最初、来ていただいて、お話をセミナーさせていただいておりますけれども、それが5月に、終わりまして、2回目として、実践編ということで、8月からやるようにしています。8月は、私たちの中国地方とか四国地方はあんまり、環境的なことにあまりシビアではない、ある意味いい加減な地域でして暑くもなく寒くもなく本当に過ごしやすいところ、特に岡山は全く僕自身こういう機会がなければ多分考えてなかったであろうそういうような地域でして、それではダメだというふうに兄さんに散々言われましてで一緒にセミナーやろうということでやっておりますけども、最初の8月は北海道と沖縄の建築家の方を呼んで非常に逆に過酷なところで初期活動されている方のお話を聞こうとかということで今年は特に実践編として建築家の方を中心にお呼びしてセミナーをやっているので児玉先生とか佐賀先生とか清木先生とかも伺いますし篠さんは 毎回も伺っていますけどもやっております。もし、そういうことに興味ありましたらスポットでもよろしいですから来ていただければありがたいと思います。それとまたもう一つは今企画しているのは九州でも同じようなことをマキさんという建築家の方がいらっしゃいまして企画をしております。またご案内できればと思います。すいません、時間取らせます。それでは今日のセミナーを終わらせていただきます。ありがとうございました。この後予定では半からですがパッと準備して15分ぐらいで準備をして懇親会に移りたいと思います。基本的にこのシンポジウム、横浜市全体がそうなんですけど、手弁当でやっておりまして、今回の会費と懇親会費に皆さん手弁当で来ていただいて、ギリギリ間に合うという計画でございますので、もし今からでもご出席いただければ大変助かります。よろしければぜひ。そうしましたらちょっと席を立っていただいて準備のご協力ください。よろしくお願いします。